こんにちは。こんにちは。クレイです。はい。はい、今日はトアバーズの 2020SS がたくさん入荷してきたので、ちょっとそちらを紹介していきます。はい。皆さんきっと待ち望んでいたことでしょう。待ち望んでました。もう私は待ち望んでました。とても個人的に1回目の入荷なんですけど、結構たくさんガッツリと入ってきてるので、ちょっとまあ動画で全部詳細をお伝えするのはちょっとなかなか難しいんですけど、まあ、ちょっとこうポイントとなるアイテム、はい、ちょっとピックアップして、はい、あと個人的に好きなのを、はい、紹介していこうと思います。はい、トアバーズの2020のまず SS のテーマがアンティーブっていうのがテーマです。はい、トアバーズは、まあ、よくそのフランスのいろんな街だったりとかをテーマにされてるんですけど、今回はアンティーブという、地中海に面したその小さな町なんですけど、そちらをあのモチーフというか舞台にしたコレクションの内容になっております。アンティーブっていうところなんですが、ちょっと行ったことはないので、皆さんありますか？ありますか？私はないんで、あのちょっと具体的にそのどんな雰囲気かっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、バカンスとかでよく人が訪れるような町で、あの、まあ、ピカソのアトリエだ、があったりとか、まあ、いろんな食もすごく美味しい、そんな、で静かですごく綺麗な町。らしいですらしいですイメージでは心躍るんですけどねそうそうそう、まあ、でもバカンスでよく人が行くくらいなので、多分すごい、本当にすごく、まあ、街並みもすごい綺麗で、やっぱ食べるものもすごい美味しい、地中海にも静かで、でも魚介もすごい美味しい、そうですそういうアンティーブという場所が今回のテーマになってます、はい、で、今私たちが着てる、アイテムが、そのアンティーブっていう今回のテーマの名前がついた、アイテムたちです、はい、でまず私の着てるものからご紹介していくんですが、こちらがアンティーブのブラウスです、はい、ここの、まあ、襟が一番、まあ、特徴的で、そうですね、かわいい、かわいい、もうかわいいんですよ本当にこれすっごいかわいい、はい、でこの大きな襟と、あとやっぱりこの刺繍ですね、すっごく綺麗な細かい刺繍がたくさん施されてます、はい、まあ、この刺繍はインドの、インドの刺繍となってます、はい、でこのすごいブルーもすごく綺麗なんですが、ちょっとよろ、とってもすごい綺麗なブルーの刺繍と、まあ、あとはこのタック、はい、ここね、タック、はい、すごい細かく綺麗、もうこのねタックすっごい綺麗ですよね、すごい綺麗すごい綺麗にタックが寄せてあります、まあ、こういうタックもところどころあったり、こういう袖のところにもタックがついてます、でこういうすごい細かい刺繍、はい、というすごく綺麗な、本当にすごく綺麗なブラウスです、で素材はカディコットン、カディっていうのは、まあ、鉄麦、手織りの、生地、コットンなので、本当にすごく涼しくて軽やか、はい、夏でも本当に快適に過ごせるブラウスです、まあ、ちょっと透け感とかもあるので、まあ、なんか中には何か着た方がいいんですけど、でもそれでもすごい本当に、あの軽いし、透け感が美しい美しい美しいですよね、確かにこのいやらしくない程度のちょっと透け感もすごく綺麗だなと思います、はい、ブラウス、めちゃくちゃ似合いますよね、可愛いんですよこのブラウスは本当にちょっと推し推し推したいです今回この、はい、で私のすごい好きなポイントが、まあ、ちょっと一点ありまして、このちょっと見えないかな、ここの全部ここの縫い目なんですけど、下糸がブルーの糸を使ってあるんですよ、なのでこの、まあ、上糸は白なんですけど、下糸をブルーのことによってここに細かく点々点々って白い、白いじゃない、あのブルーの糸が見えてて、これがすごくまた可愛いなって、もうすっごい細かいことなんですけど、なんかここがすごい私の中でのときめきポイントです、はい、裏返すと分かる、ここがブルーになってます、はい、なんかあるかないかはこうやって見た時に違うかもしれない、違いますよね、この遠目で見た時はもう全然わかんないですけど、でもなんかこう細部を見た時に、はぁって、かわいい
ってなるものづくりの人はきっとたまらないもう本当にすごい可愛いブラウスです、うん、はい、はい、でもこのブラウスはこの黒の刺繍のタイプと2色展開です、はいうんはい、こっちもすごく可愛いです、うん、ちょっとシックな感じで、うん、また雰囲気違いますね。雰囲気違います、うん、これでなんか黒いパンツとか合わせても可愛いと思います、はい、可愛い、はい、で、はい、ちなみにあとワンピースと、うん、ワンピースもあります、うんうん、はい、ワンピースも可愛いです。はい、じゃあ私が着てる方をご紹介しましょうかね、はい、私もテイさんが着てるのと同じアンティーブという名前のついたこれはドレスになるんですけど、うん、これもね天然のインディゴ染めになっておりまして、はい、手間暇かけられて作られていて、これもあの同じく刺繍がこれはブルーの生地に対して白い刺繍が施されておりまして、で実はここにビーズがね、はい、ついてるんですよ。かわいい、かわいい。これもあのインドのビーズで全て手作業で作られていて、うん、でこれ実はもうすでに店頭でお客様のもとへ行かれた一着があるんですが、うん、あのその時のあの着ておられた姿を見た時にめちゃくちゃ可愛くって、うん、あのウエスト位置がなんかちょうどいいんですよ。ちょっと高めの設定なので、うん、小柄な方でもすっごいバランスよくって、なんかそんなにその方もあの決して身長が高いわけではないんですけど、うん、あのそんなすごいギリギリになるっていうこともなく、うん、軽やかにお召しいただいていて、うん、すっごい素敵だったんですよ、うん、あ、そしてこれは透け感もそんなに、それはな気にならない感じがしますね。そうですね、うん、そうなんです。でハンドタックがあり、そして前後に紐が2本ずつついてるんですよ。ここと、うん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 、こことで、サイドで横で結ぶ感じですね。でこれもう取ってもらってふわっとしてもいいしっていう感じで、うんうん、なんか私こういうの普段全然着ないから全然そうですよね。不思議でも似合ってますよこれこれはいけるなんだよな。なのでちょっとこの春夏可愛らしいもの挑戦したいなって方はこの辺入りやすいかもしれないです。入りやすい、可愛いですこれ、爽やかですよね。なんか色味もあのインディゴですけど、うん、このそんな濃くない感じで、うん、すごい綺麗なブルーですごい爽やかです。そうなんですね、本当に鮮やかな水色で、うん、で白の刺繍っていうのがなんかもう清潔感となんか清涼感と、清涼感、清涼感本当になんかありますよこれでなんか暗いロンドンの壁とかをなびかせたいぐらいのないけど、いいね、はい、これもとっても素敵でございました。ね、これはリネンですね。はい、これはリネン、こっちはコットン、はい、リネンです。なのでとっても涼しいです。涼しいですね。はい、あでそうそう、それと私のそうこのちょうどこの刺繍、うん、この色と、はい、でこの形のタイプ、はい、これもあります。はい。うん、これもすごく可愛いで、またこれのねビーズもね、ビーズ見てほしい。ビーズは水色と茶色のビーズが可愛いな。ビーズ好きですよね、女子はやっぱりね。キラキラしたもの好き。私好きですね、ビーズとか刺繍とか、うん、やっぱ可愛いなと思います。これはちょっと透け感が結構あるので、うん、1枚じゃなくて、まあ、何か下にはパンツなりなんかペチコートみたいなの着た方がいいと思います、うん、はいはい、はい、ちょっとまだ他にもあるんですけど、とりあえず1着目はこういう感じで、はいはい、続いて2着目をちょっと着ていこうと思います。はいはいはい、ということで、はいはい、2着目着替えてまいりました。はい、はい、最初よりちょっとラブリー感というか、はい、また、うん、このドレッシーさが増した、うん、はいはい、アイテムを着てきました、はいはい、私が着てるこの、ま、ドレス、うん、個人的にもすごく、ま、素敵だなって思うのと、うん、ま、なんかそのトアバーズらしい、うん、またいろんな、うん、このデザインとか、うん、そういうのも感じたので、ちょっとこのワンピースを私はおすすめしたいということで、はいはい、ちょっと着てきました。はい、私が着てるこのワンピースなんですが、こちらがジョン・リバーという名前がついた、うん、ドレスです、はい、ジョン・リバーっていうのが、1813年のイギリスの人の名前なんですけど、はい、ジョン・リバーという方が作ったその織機、うん、レース織機、はい、織り機を使ったこの素敵なレースの施されたドレスです。はい、はいはい、この横から
この袖のレースと、はい、またこのね胸元のこのすごく綺麗なレース、うん、はい、そしてちょっとくるっと回って、はいはい、こういう後ろのまたこのリボンだったりとか、はい、すごく本当に素敵なワンピースです、うん、はい、ちょっと細かいところまで抜かりもない、かわいい感じですね、はい、であとポイントはまたこの袖口にもすごく綺麗なレースがついてます、うん、はい、でまたこの本当にすごく素敵な雰囲気で、うん、素材はリネンで、うん、レース自体は、うん、作られたものなのでアンティークとかじゃないんですけど、うん、でもその、ま、古い食器を使ってるのでそのアンティークのような雰囲気、うん、またこの雰囲気がすごく可愛いなと、うん、たまらないですよね。いい、このね素材もリネンで、うん、またこのフランスの古い、うん、そのアンティークのドレスっていう感じで、うん、すごい素敵だなと思います。うん、はい、はい、でこの、ま、ドレスは普段着でもいいんですけど、うん、なんか私はウェディングで、うん、ぜひ着てほしいなと思います。うん、はい。はい、ぜひ花嫁さんにカジュアルコン、はい、カジュアルコン、そうなんですよ、はい、されるご予定のぜひあの、ね、緑のあるガーデンで花かぶりつけていただいて、はい、花かぶりつけてものすごく可愛いと思います。カゴバッグ持ってお花をね、お花を散らしてほしい、はい、っていうイメージです、私の中で勝手にね、はい、まあ、でも日常でも着れるのでなんか本当にすごくいいと思います、うん、そういうウェディングでも、はい、はい、でまたその、まあ、ちょっといろいろ細部もすごくこだわりもあるんですけど、うん、サイズ感も割とこのパッと見た感じすごく小さそうなんですけど、うん、まあ、意外と着てみると入るという感じなので、うん、はい、私も入ったので絶対に入らないと思ってたんですけど、うん、見た感じはでも着てみると意外と入って、うん、まあ、でもここら辺とかも割とやっぱレース自体もすごく繊細ですし、うん、まあ、作りもそんなにすごくゆったりとかしてるわけじゃないので、まあ、脱ぎ着とかは結構こう慎重にしてほしいなとは思います、うん、はい、はい、うんうん、でもすごく可愛いので気になる人はまあ一回ぜひ着てみてほしいなと思います、はい、でこのジョン・リバーなんですけど、うん、はいはいはい、はい、こちらのジャケットと2つあります、うん、はい、このジャケットも、うん、すごい可愛い、可愛い、はい、うん、これもすごい綺麗なレースが、うん、はい、うん、でまたこのショート丈っていうのもすごく可愛くて、うんうんうん、なんかこのボリュームのあるスカートとかパンツとか、うん、そういうものと合わせた時もすごくバランスがいいです、はい、でボタンがここに1つだけついてるので、うん、これもすごい小さそうに見えるんですけど、うん、ここだけなので止めるのが、うんうんうん、意外と入ります、うん、大丈夫意外と入りました、はい、私はここら辺割としっかりタイプなんですけどそれでも入ったのでぜひこれも着てみてほしいなと思います。これも結構繊細なので気をつけて脱ぎ着はした方がいいです、うん、はい、はい、はい、以上私の、はい、はい、私のドレスじゃないけど、私のドレスでした。はい、じゃあ、はい、続けて私がの分もご紹介したいと思います。はい、上なんですけど、うん、これはタワーズがお好きな方だったら見られたこともあるかと思います。うん、アルチザンブラウスになります。うんうん、これはロングバージョンでアルチザンドレスっていうのも一緒に出てるんですけど、うん、これ今年新色で黒と白が出まして、うん、で私はその白を着てみました、うん、この涼やかさでも、うん、このやっぱりこれはトーバーズを代表するだけあって、うん、このたくさんのハンドタックや素材感の良さとか、うん、でボタンもちゃんと糸がね、うん、これはブルーなんですけど可愛いですよね、これが可愛いですよねブルーの糸ね可愛い、そうこれも、うん、前半でタヤさんが話してくださったその、うんうん、上糸と下糸の色がまた違うので、うん、ステッチもすごい細かく、うん、濃淡があって、うん、本当に素敵なんですね、うん、でこれ紐で調節できるのでね、羽織でもいいし、うん、ブラウスとしてでもいいですし、うん、ぜひ、うん、ぜひ見ていただきたい、爽やかですよこれも、爽やかですよねまあこういうのもねやっぱり私着ないんですけどでも、うんうん、着やすいですね、着やすいですね、なんかボリューミーですけど、うん、なんかこのボリューム感が、うん、なんかこう嫌な感じじゃない
かなと思います。そうですね、うん、全然嫌な感じしないです。なんかこうすごい体が大きく見えるとか、うん、まあ、割とボリュームはあるんですけど、うん、なんかその嫌な感じではないなと思います。そうですね、うん、なんか結構私はこの辺にボリュームがあるのが苦手なんですけど、うん、でも全然そんなことなく、うん、あ、着れたっていうぐらいの気持ちで着れて、うん、しかもやっぱり本当にタワーバーズを身にまとってるっていう満足感がすごいのでぜひ、はい、お値段以上がありますか、価値があります、あります、あります、ぜひ見てくださいませ、うん、そして履いているパンツはあのクレイではお久しぶりに登場のシルクのパンツです。はい、これは色違いで黒とブルーが入っているんですけども、うん、インドと日本とフランスの3国共通の伝統のサラサ模様からイメージが取られていて、このテキスタイルもまたとっても素敵です。素敵ですよね、はい、そして染めは京都の機械なっせんで丁寧に仕上げられていて、そしてあの風合いをこう柔らかく、うん、あの、うん、なんて言うんでしょう、シルク独特の柔らかいけどでもあなんかちょっと張りのある、あ、ありますよね、シルクだと、感じではなくてからもっと柔らかい風合いになっているので、うん、あの比較的こう生活に取り入れやすいというか、うんうんうん、とっても気持ちがいいので、うん、これもぜひシルクだからと思わず手に取ってみてほしいなと思います、うんうん、で私あのこのパンツのポイントはやっぱりお洋服合わせとってもしやすくて、うん、しやすい、もう今からデニムジャケットと合わせてもらったりとかね、夏は T シャツだけでもいいですし、そう、なんかそういうカジュアルな感じでもすごいいいですよね、いいですよね、決まる、おしゃれになる、おしゃれなんですそうなんですよ、でもラグジュアリーできっとあのバカス気分になると思うので、うん、ぜひこれも、うん、なんかすごく本当に綺麗な光沢感、うんうん、なんかそのシルクのお洋服って思うと、うん、なんか割とこのギラギラっていうか、うん、まあ、そう割とこう張りがあってすごい派手な感じかなと思うんですけど、うん、でもこれは本当にすごく上品な感じの光沢感と、うん、まあ、あともこういう柄もまた大人ですごい素敵だからっていうのもあると思うんですけど、うん、はい、いろいろと合わせやすいボトムになってます、はい、ぜひ大人の女性に、大人の女性に、はい、でなりたい、なりたい、なりたい、そう、で、あ、そう、こう一応ウエストゴムと紐がついていて、うん、そしてタッセルがついているので、でもこれも手作りなので、あのぜひちょっと慎重に、あまりグッとグッグッとしないようにお願いしたいですね、はい、はい、そんなコーディネートでした、はい、盛りだくさんなので、うん、今回ちょっと着るのはこれだけに、うん、ということなんですけど、はい、もうあとの商品をまざっと紹介しますと、はい、あとこの、うん、こういうワンピースと、うん、あとは、はい、はい、このね、じゃあちょっとこれにしてみようかな、はいはい、このブラウスと、はい、あとはベスト、はいはい、が入荷してます、うん、はい、このブラウスは私が最初に着てたブラウスと同じ形なんですけど、うん、素材も違うので、うん、また全然雰囲気が違います、はいはい、でこのワンピースもすごい可愛い、そうなんですよね、アルチザンのノースリーブで、はい、ノースリーブ、はい、あと長袖タイプもあります、はい、はいはい、あります、あります、はい、であとベスト、そうベストですと、これあの品番実は違うので前と後ろでデザインも違いますので、皆さんぜひオンラインの詳細ページで見ていただきたいなと思います、はいはい、ベストも本当にすごくおすすめです、はいはい、着れますよ、ここそう、こういうなんかブラウスと合わせもすごい可愛いので、うん、そうです、アームホールも広いので、はい、問題なくいけますので、問題ないです、ゆったりしたブラウスで、はい、大丈夫です、はいはいはい、ということで、はい、トアバーズの2020の SS の内容は、まああのまだ一部入荷してないものもあるんですけど、もう大体の商品はこういう感じになってます、うん、はいはい、また気になる商品がありましたら、この動画の下の概要欄の方に、はいはい、概要欄の方に URL のリンクを貼ってるので、あの詳細はそちらのページでぜひチェックしてみてください、はいはい、ということで以上です、はいはい、またチャンネル登録、はい、高評価ボタンお願いします、お願いしますはい、では以上でした、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。